おとえもん FMO プレゼンツラインライブ新人発掘オーディションブラッシュアップフェスティバルへの道。ブラッシュアップ関西実行委員長のウェルカムマンと俳優兼ミドルオペラ歌手の MC 浅見美沙です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月3日、文化の日に行われる年末最後の野外音楽フェスブラッシュアップフェスティバル、略してブラフェスに出演し、年間最優秀賞アーティストに輝くのは誰だということで、はい、毎月4月から9月まで、月間優秀アーティストをラインライブ内のオーディションで2組決定いたします。月間優秀アーティストに選ばれると、ブラッシュアップフェスティバルの出演権を獲得し、ハンテレオトエモンではミュージックビデオとコメント動画、FMO では楽曲とコメントメッセージがオンエアされます、そして年間最優秀賞アーティストに選ばれますと、ファーボで行われたクラウドファンディングの支援金を、活動資金としてお渡しします。ということで、8月の月間優秀アーティストは、ワクシーことワクシマアカネさんです。おめでとうございます。毎月毎月ね、いろんなドラマがありますけど、やっぱなんていうかな、こう台本のないドラマがここで行われてるので、ほんまに感動しました。でもその接戦をね、見事勝ち抜いたワクッシーさんがこれからゲストで出てきますんで、ぜひ皆さんお楽しみに。オーディションの詳細はブラッシュアップフェスティバル2019で検索。